はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病が塗ってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、10日ぐらい前の投稿かな、中国の保健当局からのそのエアロゾル感染のお話をねしたんですけども、その頃はね、撤回されたとお話しましたけどもね、とうとうエアロゾル感染が起きる可能性があると発表されましたね。それに関してね、こんな記事がありました。中国の保健当局は新型コロナウイルスに関する新たなガイドラインを発表し、これまでに主な感染ルートとして挙げていた飛沫感染と濃厚接触による感染に加えて、密閉された環境で長時間高濃度のエアロゾルにさらされた場合にはエアロゾル感染が起きる可能性があると指摘しました。中国からね、2月19日に発表されましたね。やっぱり起こるっちゃ起こってしまうんですよね、これね。まあ、エアロゾルというのはですね、ごく小さな粒子のことで、まあ、これまでのガイドラインではですね、このエアロゾルによる感染についてはですね、まだ明らかになってないとされてたんですよ。でも、まあ、専門家はですね、エアロゾル感染、電車、オフィスでは起きないとね、言ってる記事がありました。感染症の対策に詳しい、東北医科薬科大学の、角三男特任教授ですかね。エアロゾルは飛沫よりも小さな粒子のことで、空気中に一定の時間漂うことがあるが、医療現場で患者に、気管内挿管を行う時など、とても特殊な環境だけで発生することが知られている。中国の保健当局も密閉された環境で長時間高濃度のエアロゾルにさらされた場合とかなり条件をつけた上で感染症の危険性に触れていると指摘しました。そして、まあ、エアロゾル感染は電車やね、オフィスなどの中など通常の生活空間では起きるものではないと。今回の、ね、新型コロナウイルスの感染予防としては、とにかく飛沫感染や接触感染に注意して対策してほしいと話していました。このね、まあ、密閉された環境で、長時間高濃度ってもう電車とオフィスも当てはまると思うんですけどね。でも専門家が言ってるからね、まあそうなんでしょうね。まあこれもまあその、まあ以前の動画でもお伝えしましたけども、一般的にね、ウイルスなどが感染するルートっていうのは、主にこの3つが、あると言われています。まずその1つはね、接触感染です。ドアノブなど、ね、ウイルスがついた部分にこう触れて、手についたウイルスが体に入って感染すると。で、2つ目が飛沫感染。感染した人の咳やね、くしゃみなどがね、飛沫に含まれるウイルスが、体の中に入って感染すると。で、3つ目が、ね、空気感染ですね。飛沫感染よりもさらに小さい粒子が空気中に出て、それを吸い込むことで感染すると。まあ、接触感染はね、まあ、例えば感染者が触ったドアノブなど、手すりやね、テーブルやね、電車のつり革ね、電車のつり革などを触ってしまって、健常者の、まあ、健康な人の体の、手にウイルスがや菌がねついてしまうことです。そして飛沫感染っていうのは感染者の咳やくしゃみで、ウイルスを含む唾液などがね飛んできて、他の人の、喉やね鼻から、体内に入って感染することです。でそして今回の問題となっている新しいエアロゾル感染ですけども、エアロゾル感染っていうのは空気感染と言ってもいいと思いますが、唾液などが乾いて水分が抜けて残ったウイルスの粒がね空気中を漂って、その粒を鼻や口から吸い込んで体内に入ってしまうものです。そのエアロゾル感染はね、飛沫感染にね似てますけど、密閉された環境で、長時間高濃度という条件が付けられてますので、まあ、別の考え方なんでしょうね。そのまあ電車やオフィスなど、まあ、密閉された環境でね、まあ、長時間の間ならばですよ、
まあ、換気が必要ですよね、換気ね。でも大体空調っていうのは管理されてますよね。エアコンもついてるし、換気扇も回ってますよね。でもそうじゃないと、まあ、コロナだけじゃなくて、インフルエンザも、こうむしろ風邪もね、移りますからね。まあその建物は衛生管理を考えられて建てられてるはずなので、まあ、しっかりとね、設定されてると思うんですけど、まあ、そんな環境下でもこういったですよ、問題が起こってくるということは、やっぱりこの自己管理がね、特に大切になってきますね。まあ、その対策としましては、やっぱり、手洗い、うがい、マスクとアルコール消毒がね、効果的とされているので、しっかりと行っていきましょう。まあ、コメント欄でもね、その、いろいろ教えてもらってますけども、マスク以外でもね、今アルコール消毒もね、手に入らなくなっているみたいですね。まあこれらのことは外から身を守るための対策なんですけども、その体の中内側からもね、こうダブルで外と内のダブルで予防した方がやっぱりいいですよね。自分の体を守るためにね、そのまあ内側から身を守る方法としては、やはりあの水分補給だね、いいみたいですよ。そのマスクやアルコール消毒はね、品薄であっても、この水分っていうのは品薄になることはまあないと思いますけどね。まあその地域によっちゃその分かりませんけども、その飲みたいものが売ってなかったら、その例えばね、その水買いたくても水が売ってないと、この種類の水がいいけどこの種類の水が売ってないと、でもこの水が売ってるからこれは嫌やな、でお茶にしようか、お茶もなんか今気分じゃないしってなったら、その自宅からね、水筒を持参すればいいだけなんですよ。今なんかその小さい水筒、このね、このね、これぐらいの小さい水筒が流行ってますよね。その人気ファッション誌がか、ネットで販売したミニ水筒がタンブラーっていうんですかね、が一瞬で完売するほど、そのおしゃれで可愛い水筒が販売されてるくらいですから、その世の中の女性の方々は、まあ、ご存知だと思いますし、もうすでに持ってはるでしょうしね。なんかね、このシリコン状のなんかこう、いや水筒の筒のところは柔らかいシリコン状態になってて、まあ、飲み終わったらこうくる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 って丸めて、蓋のところに取っ手がついたやつをこうペロンってこう回したら、ちっちゃくコンパクトにできて、女性のこのちっちゃいカバン、ポーチじゃないけど、なんかこれぐらいの、なんかぶら下げてこれぐらいのカバンあるじゃないですか。この中にもスッてこう入るような、ちっちゃいタンブラーが、売ってるらしいんですよ。なんかおしゃれで可愛いものを使いながらですよ。ね、自分の身を守れるので、一石二鳥やと思いますのでね。まあね、コロナウイルス流行ってる、インフルエンザ流行ってる、でね、世界的に結構怖い状況になってるってなって考えすぎても、やっぱりなんか、心がやっぱりね、落ちてしまうんじゃないかなと思うんで、ちょっとね、そういう小物で可愛いの使って、ね、気分転換のような感じでしてもらって、ね、それでなおかつ自分の体を整うことができるのであればいいと思うんで、皆さんぜひ探してやってみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。